私を助けてくださる方がいらっしゃるなんて。私はラダトームの王女ローラと申します。もしあなたがおいでいなければ、私はいずれリエ王の妻に。ああ、考えただけでも恐ろしい。ペコラ様、私をお城まで連れてって帰ってくださいますのね。まあいいよ。あなたはローラ姫を抱き上げた。わお。まあペコラ様、嬉しいこと。待って、何これ、何これ、ちょっと待って、これさ、え、なんか惚れられちゃった。宿屋にちょっと休んだ方がいい。じゃあ、チミたちがそんなに言うなら、いいことが起こる。マジ？お金をもらえるとかそんな感じか？まさか宿屋に行って。ねえ、ちょっとこれさ、まさかのまさか、夜中やからペコちゃんもちょっと言っちゃうけどさ、正月だから、まさか既成事実を作ろうとしてるわけじゃないだろうね。大丈夫か？ちょっと一回ホテル行ってみる。 HP がやばいペコだからな。別にあれだよ、別にペコアランはいやらしい気持ちで泊まるとかじゃなくて、ちょっとあの HP が今満タンにならないのが不安なだけでさ、ちょっと行ってみようか。ごめんね、ちょっと安い宿やね。それではごゆっくりお休みください。タラタラタタタラタ、おはようございます。ゆうべはお楽しみでしたね。では行ってらっしゃいませ。やめろ。エッチなことしたんですか？この二人はもしかしてエッチなことしたんですね。お楽しみとは、お城に連れて帰れんのかよ。これ大丈夫？ベコーラ処刑されないよね。あの、連れて